わしが気づいた石垣について。見せ場の一つである石垣をわしが皆に知ってもらいたい。あの大きさの石垣が名古屋名物、名古屋おもてなし部招待。はぁ、我ら名古屋もてなし部招待は名古屋城に毎日出陣して今年で12年目と相なりましてござりまする。この名古屋ではテレビ番組やラジオ番組のレギュラー放送、そして名古屋グランパス殿のキュキュサッカーでございまするの、その方々の応援隊も務めておりまする。そんな名古屋に一番詳しい我ら名古屋おもてなし部招待が知らなければ損した気分になってしまうようなお得な情報を皆様方にお伝えしてまいりまする。いいよ。さて、ではこたびわしが皆に届けたいのは、わしが気づいた石垣について。石垣について。さよう。この石垣について届けてまいりたいと思う。実はな、この名古屋城にはわしの像というものが2つもあるんじゃな、はい、それは何故かというと、わしが気づいたこの名古屋城の石垣が実に素晴らしいと、そしてまたその折のなわしの活躍が名古屋の民の南の中で生き残り続けておったから、故に皆がわしを慕ってそれを作ってくれたんじゃ。故にこの名古屋城の名物のこの見せ場の一つである石垣をわしは皆に知ってもらいたい。では参るぞ。実はわしが気づいたこの名古屋城の石垣、一般的には名前はな、清少流三日月勾配、清少流三日月石垣、あるいは扇勾配というふうに皆呼んでくれておる。これはどういうことかというと、はい、いわゆる武者返しと呼ばれる機構を採用しておるんだな。武者返し。さよう。この武者返しというものが一体どういうものかというと、下の方はなだらかで、上に行くほどこの勾配が急になっていって、どうしても登ることができなくなってしまうといった。武者がひっくり返ってしまうと。そういうこと。武者返しというものが採用しておって、その形がまさしくその三日月、あるいはこの扇のこういったところにな見えるということから、そのように皆が読んでくれるようになったんじゃ。清少流とは清正流と書くと。さよう。そういうことじゃ。わしの流派ということじゃな。ほんでこのな石垣が一体どれぐらい高いのかというと、東側から見て、はい、天守を正面から見るところの高さだと、約現世の値にすると12メートルほど。しかしながら裏手に回って奥付けに近い方向から見てまいると、その12メートルに近いところ、さらにこの下の部分がござって、そこがこれまた約20メートル。さよ。20メートルほどの高さがあるじゃん。でかいじゃろう。この三日月石垣、この橋作るのにどれぐらいかかったと。やはり足軽の身からいたしまするとそれだけの高さ、そして名古屋城の天守閣の規模となりますると、数年かかるのではないかなと。そう思うじゃろう。そうじゃよな。実はわしこれ2万人の肥後の民を連れて、はい、皆で突貫工事して、なんと3ヶ月弱。3ヶ月弱。さよう。3ヶ月かからずして作り上げてしまわれたと。そういうことじゃ。おー、皆様聞きましたかの、あの大きさの石垣が3ヶ月もかからずに作り上げられてしまった。これすごくにゃか。とんでもないことだと思います。しかも夏場じゃよ。夏。暑かった。最後6月から9月にかけてだてな。暑かった。まさに現世でも真夏と呼ばれる時期にかかってる。じゃあもうみんなで汗水垂らして頑張ってな。ほんでこの石どこから持ってきたかというと、まあ、いろんなところからなんじゃけれども、いっちゃんこれわしがみんなに知ってもらいたいのは、この三河湾の方に、もうだいぶ下の方に、現世でいうところの知多半島とかのもうちょっと先の方にある篠島っちゅう島から切り出してまいったんじゃ。篠島から。さよう。現世でも船で行かねば、そうなんじゃ、たどり着くことのできる場所かと。そうなんだ、そうなんだ。今な、何やらこのみんなで行くところに観光地になってるらしいけれどもな、当時はな、あまり物がなくて行きにくい場所でござって、このわしが置いてきた枕石というものが非常に大きすぎてな、船に乗らんくて置いてまいったものがあるんだけども、それも今見ることができると。ほんでこれがまた非常にな、なんていうか、その波も激しいし強いし、そこまで実際みんな行ってみてほしい。これはあ、こんなところからあの大石切り出してきたんだなというふうに思ってもらえるんだな、きっと。これは見てほしい。まあそういった黒話になってまいったけれども、名古屋城でのこの石垣、これは皆にもぜひとも見てほしいというところでござる。
さあ、そして我ら名古屋おもてなし武将隊は毎日名古屋城に登場しておりまする、ゆえにぜひとも我ら名古屋おもてなし武将隊を名古屋城で見かけられた方はぜひともお声掛けくださいませ。では皆衆、さらばじゃ。この動画が面白いチャンネル登録なるものと良きかなをよろしゅうお頼み申す。お願いいたしまする。わしの石垣滑らかさが重要でございます。かたじきがやるべきさんじゃ。